おはようございます。アンドこんばんは。先ほど歌舞伎は大泣きしてきました。エリカ様のコメントを読んで現実に、導かれてしまって、って感じですね。はい。一般市民には羨ましい環境というのは、私の母校であるアメリカ系ミッションスクールの中高で、体育の授業の一環としてスケート教室があったということについてでしょうかということなんですけど、現実は少し違うということで、また現実に戻されて皆さん、歌舞伎大泣きということになります。皆様、今日もやっていきますよ。日本の場合、島国であることもあり、水泳教室には力を入れていて、公立の小中学校でも大抵プールは併設されてますよね。皆さん、これとてもね、なるほどというところあるんですよ。この島国にあるからプールはやってるっていうところ、なるほどって思いますね。私が最初に通っていた公立小学校は、高度成長期、人口が爆発的に増加しつつあった首都圏郊外の住宅地で、子どもの増加に伴い小学校を次々に増設してプールまでは追いつかずと、結局水泳の授業は近くの公立中学校のプールまで行っていました。転校した先の横浜の小学校は、私の在校中に創立100年を迎えた古い学校でプールがありましたということなんですよね。ところが、進学したアメリカ系ミッションスクールの中高は、山手の一等地の丘の上に校舎があり、坂の部分をうまく利用して、なんとか校舎は第1グラウンド、第2グラウンドを確保し、体育館もありましたが、プールがないのですと。なんか本当ね、ここまで僕読んだんですけども、なんか本に書いて、いらっしゃるのかなと思うくらいですね、すごい詳しくて、僕なんて小学校とか中学校の時なんて、その記憶がね、まずそもそもとして、プールの先生って誰だったっけとか、担任の先生誰だったっけ、それくらいね、うる覚えなんですよ。だから、ええー、と思って、その校舎の事情とか、どうやって作られたか、そこまで詳しくね、お話しされて、すごいなと思いましたね。で、私立高校の場合は、設備費の関係からプールを併設することが難しいということなんですよね。ちなみに私の母校の場合には、当時、付設の短大に音楽科と家政科がありまして、図書館や家庭科室は中高と共同でした。今は大学は近郊に移転して、短大が撤廃されました。すべて4年生になり、さらに時代の流れから家政科は国際学科に再編と、また近くに唯一残された土地を購入できたことで、後輩たちはクッキー作りのほか、コンピュータールームなども確保できて、充実した教育が受けられるようですということなんですね。もう本当にね、参りました。お手上げですね。歌舞伎お手上げ塾です。はい。続きますね。こうした学院再編で中高の敷地が増えても、やっぱりプールは設営されない。夏の一時期の授業でしか使わないプールに使える土地や設備費用は私学にはないのですと。そのため、水泳教室は中学1年時の確か土曜日の朝、普段は週休2日制で土曜日は休み。そのゆとり教育のせいでですね、土曜日は学校がなくなりました。今はどうなんですか？今ちょっと変わりましたかね。第2土曜日は学校ないっていう感じですかね。ちょっとわかんないですけども、県庁所在地の水泳センターで2、3回体育の授業の一環として行っていました。水泳教室が少ない代わりに、中学2年時から3年時を忘れましたが、やはり県庁所在地近くにあるスケートセンターで2回から3回ほど土曜日の早朝にスケート教室も行っていたのです。いいですね。僕も小学校が中学校の時にスケートを皆さんと友達やりたいなって思うんで、うわーって感じですね。で、スキー教室は高校1年か2年の冬、1週間くらいの泊まりがけのスキー合宿で行うんですが、こちらは自由参加の選択授業の扱いでした。で、当時、音楽大学受験準備で、週に数回レッスンに通っていた私も参加できずに、エリカさんは音楽大学ということなんですよね。これもへえっていう感じですね、皆さんね、思っている人が多いと思いますね。スキー教室は大学に行ってから所属大学のほか、東京外国大の、課題ゼミに潜り込んで、ついでにスキー合宿にも参加させていただきました。素晴らしいですね。僕は頭がスキーになってます。頭がスキースケート状態ですね。講師の先生はドイツ科教授でしたが、天皇陛下と秋篠宮殿下にスキーと水泳を教えていたということで、すごいですね。もうすごすぎて、はい。ですので、設備が近くにないかできないというのは嘘ですねということで、現実を突きつけられてしまったカブ君。金沢出身の私の両親は、
金沢県、石川県出身なんですね。の、両親は冬場は、2階の窓からスキーで学校に通ったという、すごい、すごいですね。冬場は2階の窓からスキーで、やっぱり雪がこうね、家があって、で、雪が降って積もるからここからね、ま、この窓からこう行きましょうと、すごいなんかいいですね、これ好きです僕、はい。都市部ではスキー教室は雪のある場所で出かけなければできませんから大変です。前日の通り学校にプールを併設することが難しい私立校の場合、あの文部科学省の規定を満たすためもあって、水泳の授業をスケート教室やスキー教室、創作ダンスの授業などに切り替えることもあり得るんですね。へーっていう感じ、こういうこともあるんだねって、すごいですね。あの創作ダンスいいなって思いましたね。うん、この創作ダンスやってみたいですね。もちろん、欧米は意外にも冬場は雪や氷に閉ざされる国が多くて、島国日本ほど水泳は重要ではないし、舞踏会の社交ダンスの伝統がある国が多い。先ほどのやっぱり島国だからこそプールの授業が必須であるっていう、なんかすごくやっぱりこう海に溺れたりしちゃうとかね、やっぱ海と関わっていく日本人はプール泳ぐ大切、すごい響きますね。だから日本ってプールが水泳のオリンピック選手が強いのかな。でもあんまり関係ないか、あのアメリカだったっけ、イアンソープもねアメリカですし、あんまりそれは関係ない、まあ、体力の筋肉の問題かな。まあ、一般人が水にこう戯れるっていうことがやっぱ日本人は多いところでの、ことだと思うんですけどね。なんか皆さんそう確かに言われてみればなるほどなって思いますよね、うん、僕は思っちゃってます、はい。そのため母校のようなアメリカ系ミッションスクールの場合には水泳に頼らずスケートやスキー創作ダンスをバランスよく教えるということはあると思いますと、でもそれなら、地方の場合にはその土地ならではの民族芸能や競技があればそれを教えたら良いのであって、そうですよね。僕もこの民族芸能、僕日本の民族芸能ってもっとやってみたいなって思ったんですけども、もうなんか今になってやっぱ思うんですね。子供の時っていうのはもう友達と遊ぶことしか考えてないんですからね、僕はね、うん、僕があの子供の頃は本当勉強っていうのは五の釣り10の釣りあたりでしたね、はい、あの100の釣りぐらいあたりでしたね。全く勉強は好きじゃないですね。もう友達と遊ぶとかね、そんなことしか考えてないんで僕は、はい。確か九州の山間部の学校だったと思うのですが、冬は湖が凍るのでそこで体育の授業の一環としてスケート教室を開催するのが慣例になっている学校があったと記憶しています。そういうことなんですよね。九州の山間部の学校は冬氷が凍る、あの湖が凍るんですね。いやー、伸び伸びとスケートができそうな感じがあっていいんですけどね。小塚隆彦さんが自分で、10平方四方のリンクを造影して写真を SNS にアップしていましたが、あのすいません、僕知らなかったんですよね。うん、はい、こうですね。北海道など寒い地域では広場に水をまいてもリンクはできるということなんですね。で、ロシアやアメリカでも広場や田畑に水をまいて凍らせてリンク代わりにするという話はよく聞きます。あの僕の話恐縮なんですけど、ベルギーでもあの水をねまくっていうか、オランダかな、オランダでもこう水をバーってまいてやってたんですよ。結構最近は温暖化の影響で、まあ、できなくなってるって聞くんですけどもね。でも今年はね、と何せ気温が寒かったんで、まああのまあ、水をまいて凍らすっていうよりかは、まあ、小川が凍ったりしてそこで滑ったりっていう人はいたりしますね、はい。それができない暖かい地域では今は人造リンクを仮設することもできますよね。過疎地では、費用的になかなか難しいかもしれませんが、鈴木明子さんら元スケーターが地方の小学校を回って体育館に人造リンクを設営してスケート教室を開いていたことあったんですか。ありましたねっていうようなあの知ったかぶりでございます。ごめんなさいね、はい。あの皆さんは多分知ってると思うんです。僕はちょっと知ったかぶりになっちゃいまして申し訳ないんですけども、っていう感じなんですね。そうやったんですかと、うん。まあ、スケートがやっぱりそれだけ好きだから、そのみんなにこうスケートの魅力を伝えるっていうね、あのやっぱ鈴木さん のスケートの魅力っていうのは、このフィギュアスケートの情熱は自分がねやっぱ一番こうね、あの自分自身がやっぱ踊り、ね、あのファイヤーダンスとかね、もう大好きなんですよ、僕は。鈴木明子さん、2007年のね。まあ、そういった彼女 その愛のこもったスケートっていうのは、まあ、スケートができない子どもたちにこう教えていくっていう、その取り組みね、あの本当に素敵で、やっぱそういったことをね、あのやっぱりこう続けているスケートの愛っていうのを届けていくっていうのは、素敵な姿だと思うんですよね。うん、
そして私の母校のスケート教室も正面1時間のスケート教室が2回あったらけど、いやいいですね、すごいいいと思います。羨ましいですね。それでも一度習えばとりあえずスケート靴を履いて転ばずにリンクに立つことはできるし、滑り歩き程度にちょっと滑ってみることはできる。自転車や水泳、スキーと同じです。難しくはあまり必要はないと思います。でもね、僕一つここ付け加えたいんですけども、スキーってぶっちゃけ言うと何もしなくても滑れますよねっていう語弊はありますよ。だけどスキーって山になってるじゃないですか。だからぼーっとしててもですよ、ブワーって滑れるんですよ。こうやってね、山の斜面でこうぼーっとしてても、おやべやべやべってね、滑っちゃう。もちろん超危険ですよ。うん、だけど、スケートってこうなってますよね。だから、ぼーっとしてたらですよ、ずっと止まってるんですよね。うん、自分で発信していかなければいけないっていう難しさがあると思うんですよね。うん、まあ、でも確かに自転車もその通りですよね。水泳もその通りだと思います。特に水泳なんかは自分でこう顔に水をつけてるわけですから、まあなかなかその水が嫌いな人だったりとかってやっぱ怖いと思うんですよね。うん、だからまあそういった意味で、まあ、スケートも同じようにこう簡単に考えていきましょうっていう、そういったことはとても大事かなと僕は思いましたね。はい、そしてお話の、流れが少し変わるかなと思います。羽生選手の、卒業論文についてですね、早稲田大学のリポジトリに掲載された羽生選手の卒業論文の抜粋、さらりと通読しました。市橋の、これすいませんね、僕名前が多分間違ってたら申し訳ないんですけども、博論ではありませんが、やはりスポーツの場合には、採点競技でも機械の精度向上によりかなり正確なデータが取れるということなんですよね。うん、ちょっとお待ちください。僕がちょっと、コメントを精査しています。頭がちょっとね、スケートしている状態ですので、くるくる回ってきてしまっていて、やっぱりこう、ところどころ止めて読んでいってるんですけどね。AI 採点の実用化は現実的だと痛感しましたということなんですよね。まあ、AI 採点っていうところがやっぱりいいと。僕はその場合、技術点にも AI 採点にされるのか、プログラムコンポーネンツにも AI 採点されるのか、どっち、表現力に対しても AI 採点されるのか、それが僕、一つ気になる部分ではあることだと思うんですよね。まあ表現力の部分とかをこう AI がどのように判断するのか、それ非常に楽しみだと思います。はい、そしてこの点、やはり音楽はどれだけ AI 解析が進んでも専門家の勘の働き具合をデータベース化するためにもっとはるかに膨大で多角的な様式分析データが必要なので、不確実ではないけれど、そんな手間をかけてシステムを構築するよりも人間が判定した方が信頼できるということになってしまうということなので、ある意味羨ましいですねということでね、僕非常に面白いですよね。まあ僕が思うんだけど、そもそも AI をね作るにあたっては人間がやっぱり最初構築するわけですよね。だからフィギュアスケートのルールって一生ね物理を醸し出すと思うんですよ。うん、僕の中ではね。はい、まあ、もしもこれがロボットが全部できたとしたら、ロボットが人間を支配する、そういった時代が来る可能性もねあると思うんで、はい、うん、まあ半分もうね、コンピューターに人間の人生は奪われたと思ってもいいくらい私たちはスマホにね依存してるっていうのはもうありますからね。うん、でも一方でスマホとか、ね、インターネットっていうのは戦争をね減らしたと僕は思うんですよ。あいつが悪いことしてるっていうのはすぐにこうネットに噂になります。だからやめようとする。ネットがない時代っていうのはこそこそ悪いことをすることができたわけですよね。いろんなこう奴隷とかやったりねしてね。うん、でも今の時代はまあそういうわけにいきませんね。やっぱりそのなんていうのかな、まあ今の時代はそういうわけにはいかないで、まあ、すぐにこう拡散してしまうっていうのがあります。だからまあ結構なんていうんだろう、そのネットのおかげで世界は平和になったんじゃないかなってちょっと思ったりはしてるんですよね。はい、うん、でちょっと話は全くずれてますけども、羽生選手も一人のジャンプだけではできないかもしれないが、 ISU などの機関がですね、有力な国の連盟に強化選手を使って少しずつデータを取ることを義務付けて AI を作ったら、ジャンプに関してだけではなくてステップやスピンなどの技術的な判定は完全にできるようにと感じたということなんです。だから AI 採点とかに関してはとてもやっぱりいいよということなんですね。うん、僕もですねちらっとありましたけども、まあ多分 AI 採点、羽生選手のこの論文のおかげでかなり進んでいくんじゃないかと思います。だからどんどんこう提言をしていく、世界的にこう国際的にね羽生選手の論文をこう伝えていくっていう、こういった試みはね絶対に必要になってくると思います。まあそれに伴いまして、ヨーロッパとかね、やっぱりフィギュアスケートの根源っていうのは
起源っていうのはどうやら日本ではないですね。だからまあ、ヨーロッパからしてみると、まあ、日本がこう活躍しているとちょっと尺に触る部分だと思うんですね。だからすぐすんなりうんうんっていうことで聞くかって言ったら、まあ、あれかと思いますけれども、だけど AI 採点とかによって、まあ、よりね皆様が納得いくような採点になるんだったら、やっぱりね羽生選手のその卒業論文っていうのは生かされる日が来たらいいなって思います。そこがね私たちがやっぱ一番こう羽生選手を応援する、焦点になると思うんですよね。ただし着地時のデータについては疑問が残るのも多いっていうのはあるということで、ちょっとここ見ていきましょうね。膝の角度や着地時の回転角度の精度は疑わしい。したがって現状では回転数の判断の自動化は厳しいということなんですね。これ結構なるほどなと思いましたね。しかしこれについては複数台カメラを用意し、任意の見やすい角度からの映像をスロー再生で着地点をしっかりと判断することは可能であるため、この技術に頼りきりになる必要はないと書いている通り、まずはモーションキャプチャー技術を周知させて、データベースを作成した上で精度の高い、従いそうなデータから導入したら良いのではないでしょうかということですね。つまり、まあ技術が可能なものから、ね、少しずつ導入しましょうということの例えですよね。うん、何もかもバーって出すわけじゃなくて、一つずつやっていきましょう。まさにその通りだと思います。羽生選手もおそらくそれが希望だと僕も思うので、そこをやっぱりね、世界的にアピールしていくような活動にね、転じてほしいなって思いますよね。活動をされてって、精進されてほしいなっていうところは、皆さんもあると思いますね。うん。はい。そのためにも、羽生選手の論文な、おっしゃってますよね。早急な役完了を、こう、強く望みたいと思いますと。うん。はい、そしてここからは、ね、実験方法についての記載になってきますね。使用したモーションキャプチャーシステムはノイトム社製の、ペーセプションヌーロン 2.0 であったと。でこの辺ちょっと難しいんですけど、このように書いてあります、ね、見ていただきたいと思います。このようなセンサーを、装着する際に最大31個まで装着する数を自由に決めることができるということ、僕は頭を回しながらです。皆さんも大丈夫ですか？皆さんついてこれてますかね？今回は最大数である31個のセンサーを装着して測定したと。で解析に使用したソフトウェアは、動作性の、なんちゃらかんちゃらタラダタラタランタランということですね。はい、こういうふうに書いてありますね。で使用した PC は Apple 社製、そして Apple 社製 MacBook Proプロセッサー 2.6GHz、ということなんですね。はい。で、ここからちょっと文章でいきますね。測定には Wi-Fi モードを使用し、PC との接続は無線で行えるようにした、羽生選手の研究の内容になりますよね。Wi-Fi モード時には、モバイルバッテリーを使用する必要があるが、MOX 内出社製の、USB2 ポートで1万mAh の容量があるモバイルバッテリーを使用した。サイズは約 82×82×15mm であり、重量は 160g、出力は 5V、2.1A であるということですね。ということなんですねって言ってるんですが、全くわからないですよ、僕は。はい。このセンサーに遠心力によって装着ベルトから外れてしまう可能性と、氷から飛び散った氷のかけらが水滴となり、小型センサーが故障してしまう可能性などが考えられるため、事前にシリコン製の防水テープで装着ベルトと小型センサーを固定し、防水対策と遠心力対策を施したということなんですよね。うん、で、まあ本当に研究するにあたってはものすごい、ね、気を使ってやっていくんだなということなんで、もう本当に研究ってすごいなと思いますね。羽生選手の論文英文用紙にはこの部分は入っていないため、せめてこの実際的な部分だけでも先に英訳して周知させると良いということなんですよね。差し当たり、この部分を英訳に訳し、国際スケート連盟を通じて各国のスケート連盟所属強化選手にデータ収集の協力を呼びかけることはできないのかなということなんですよね。はい、エリカ・その様、本当にコメントいただきましてありがとうございます。皆様もね、とても勉強になったんじゃないかと思います。で、やはりやっぱりこの一番の趣旨としては、羽生選手のこの論文を世界的にこう広めていくべきだっていうところ、これはやはり共通した、まあ、皆さんもね、その通りだっておっしゃる部分だと思います。一方で、先ほどの視聴者交流会の際にですね、
な、大学の学部を作るっていうのは、まあ、現実的に難しいっていうところで僕は大泣きしました。皆さんもわあなんで夢がない話なのって思った方も多いと思います。だけど心配しないでください。僕がいますんで安心してくださいね。絶対に大丈夫です。安心してください。だからちょっと待ちくださいね。まあ、とりあえずですね、羽生選手をもちろん応援していくのもそうだし、これからのやっぱりフィギュアスケートの未来のために羽生選手は卒業論文が世界的にこうね広めていくっていうその活動に、徹するべきっていうのは、これは皆さんもあその通りだっていう部分あると思う。だからもちろんね、全て納得いかない、いやこれが納得いかないっていう部分はあるかもしれませんけども、だけどね、もっとこう温かい気持ちを持って、あなるほどなって思うことによって、もっともっとこう知的になり、面白いね、話題が増えるかなと思うので、ぜひねそこは温かく見ていただけると嬉しく思います。はい、僕もね感動しました。こんなたくさんの情報、皆さんも勉強になったと思います。学校のシステムとかね、いろんなことに精通されてて、いやこんな僕ちょっと、ね、頭回っちゃったんですけども、もう一回ね自分で撮った動画を見返したりして、なるほどなと思いながらね、またフィギュアスケート の、 そのスケート教室、日本は海があるからプールがあるとかね、そういったところも、あなるほど確かになって思っちゃいますね。そういったところもね、感じながら見ていただけたと思ったんで、よかったんじゃないかなと僕は思います。はい、というわけで皆さん、今日は視聴者交流会の方終わりにしていきたいと思います。こちらの時間で今10時45分になりました。ここからね、裁縫をちょっとやりますよ。頑張ってやりますよ。僕はもう嫌いでね、皆さんも嫌いですからね。僕も嫌いでね、オフシーズンは乗り切りますからね。はい。羽生選手の、卒業論文見ますか？見てちゃんとね、僕なりの考察やりますか？大丈夫です。安心してください。はい。というわけでね、本日はこれで以上になります。